南極にある地球防衛軍科学センターから一機の超音速ジェット旅客機が飛び立った。目的地は日本。中には地球の頭脳と呼ばれている湯島博士が乗っていた。湯島博士、どうぞ。ありがとう。つまりその湯島博士が視察のために基地に滞在している1週間、俺に博士の身辺護衛やれって命令なんだよ。しかしそんなボディガードみたいな仕事、これ弱いんだよ。いや、そんなことはないと思うな。博士に万一のことがあったら、この基地の防衛力だってガタ落ちになってしまう。現に博士は視察に来るんじゃなくて、本当の目的は別にあるって話ですよ。なんだよ、その本当の目的っていうのは。何でも博士が発明した湯島ダイオードを使って、この基地に超遠距離レーダーをセッティングするんだそうです。失礼します。湯島博士、飛行は順調です。基地は予定通り3時きっかりに着きますよ。すると、あと10分足らずですね。懐かしいな。南極の氷の下の研究所に閉じこもっているとなおさらそういうふうに感じるのかもしれませんね。どうぞ。しかし今度のフライトは全く気がつかれましたよ。何しろお乗せしているのは地球の頭脳の湯島博士ですからね。メガトン級の水爆を腹いっぱい詰め込んでるみたいな気分でしたよ。水爆ですか、僕は。桐山隊長及びウルトラ警備隊に次ぐ、ただいま湯島博士が南極より到着しました。エアポートに集合してください。了解、行こう。は。29歳、博士号5つも持ってんだってさ。できたわ。桐山隊長。あ、ウルトラ警備隊の桐山隊長です。ようこそ、お待ちしておりました。この基地を一層強力なものにするため、よろしくお願いします。いや、私の方こそ勉強させてもらいたいと思ってるんです。日本の基地は世界のどの基地よりも優れた装備を持っているそうですね。どうも。本日よりご滞在中の護衛を担当するウルトラ警備隊の古橋隊員です。古橋です。いや、
心配はご無用に願いたかったですね。地球防衛の第一線に立つウルトラ警備隊の隊員の皆さんを私なんかのために。とんでもありません。博士をお守りすることは宇宙人と戦うよりももっと大事な任務です。ありがとう。しかしこんな警戒厳重な基地に忍び込んで私をどうにかしようなどという宇宙人が果たしていますかね。さあどうぞ。ご苦労。明日はレーダー室の視察だ。明朝8時半までに迎えに来てくれ。いいな。了解。駐車禁止の張り紙か。起きろ三島博士、起きるのだ。我々はヴィラ星人、全宇宙の征服者だ。我々は地球侵略の鉄車としてお前を選んだ。お前の乗ったロケットを時間停止光線で捉え、時間の進行を止めておいて、お前の頭にヴィラ星人の心を植え付けた。お前は体は湯島博士だが、心は完全にヴィラ星人になってしまったのだ。これからは我々の指令を忠実に守って地球征服に協力しなければならない。わかったな。命令する。まず湯島大王道を出せ。出すのだ。レーダーの心臓部を破壊せよ。分かったな。注意する。地球には人間に味方する宇宙人がいる。名前は諸星ダンという。この男に気をつけろ。本当に湯島博士なんだろうか。いや、間違いない。前に写真で見たことがある。しかしなぜあんなことを言ったんだろう。僕が宇宙人だということを知ってたのだろうか。まさかそんなことはありえない。いずれにしても注意しなければ。
レーダーはここにセットしてあります。どうかなさいましたか、博士。ダンク。はい。これを第三回路にセットしてください。わかりました。あ、博士は。あ、レーダー室を視察してます。そうか。超遠距離レーダーが完成すれば、これまでの4倍も遠くにいる敵がキャッチできる。その間に防衛体制を固める。怖いものなしだ。ダイオウ取って。はい。終わりました。これを一つ変えただけでもレーダーの感度は随分違いますよ。ああ、ありがとうございました。管理をしてんですから、こんなこと起こるはずは絶対ないんですが。面会はいい、すぐ修理にかかれ。レーダーは防衛基地にとって大事な目だぞ。ウルトラ警備隊に非常招集がかけられた。諸君もすでに知っての通り、今日基地内のレーダー装置が突然故障を起こすという不祥事が起こった。え、原因は未だに不明であるが、この防衛基地が絶えず宇宙からの侵略のマシに狙われていることを考え合わせると、単なる偶然とはどうしても思えない節がある。その場合古橋、ボディーガードとして何をやっとったか。あ、私の責任であります。博士、本当に申し訳ありません。いや、古橋隊員の責任ではありません。私の考えでは、残念なことにこの基地内には宇宙人のスパイが入り込んでいるようですな。そんな。ダンク、私の手から受け取った大王道をあの時何かとすり替えたんじゃありませんか。何ですって。博士、あなたは私がスパイだというのですか。ダン、お言葉ですが博士、何の証拠があってそのようなことを。証拠？レーダーが故障するという重大なアクシデントが起きているじゃありませんか。まあ、私はあえてこの中にスパイがいるとは言いませんが、明らかに私の仕事を妨害しようとする何者かの計画的な犯行であることに間違いありませんな。最悪の事態を予想して速急に対策を立てよう。博士の知恵を拝借してこのピンチを切り抜けるんだ。ウルトラ警備隊は直ちに緊急非常態勢に入れ。はい、はい。大事な目であるレーダーを失った地球防衛軍から日本の上空を偵察するためにウルトラホーク3号が基地を飛び立っていった。その頃、遥か大宇宙の彼方から地球に向かって飛ぶ宇宙船団があった。だがウルトラホーク3号のレーダーはその異変を捉えることはできなかった。湯島博士から目を離してはいかん。彼は僕の秘密を知り、罠に陥れようとしているのだ。何か企みがあるんだ。そうはさせんぞ。おい、ダン。何を考え込んでるんだ。湯島博士にあんなこと言われたからって、気にしない気にしない。誰もスパイだなんて思っちゃいないよ。湯島博士は？機械室で作業中だ。ボディーガードも断って、一人ぼっちだよ。
控えてたな。待ってください。絶対この中には誰も入れてはいけないとの命令です。誰の命令なんだ。湯島博士の命令です。絶対ダメです。よくやったぞ湯島博士。レーダーの故障を利用して我々の宇宙船は集結を完了した。総攻撃の準備はすでに整っている。お前は直ちにウルトラフォークの発射台に行き、3つのウルトラフォークを徹底的に破壊せよ。防衛機器の混乱に乗じて我々は一気に地球に突入する。行け湯島博士。見たぞ。何をするか。あなたは宇宙人に利用されてんです。目を覚ますんです。おい、パン、さあ、一体何ということ。やめなきゃ。ほら、話せ、話してくれ。おい。大事な頭脳なのよ。博士は宇宙人に利用されてんです。ダン、やめろ。見たかね、諸君。この男は僕を殺そうとまでしたんだ。これではっきりしたでしょう。この男こそ宇宙人なんだ。スパイなんだ。フラッシュ、ソガ、ダンを独房に監禁しよう。はい、はい、来るんだ。隊長、違います。この男の言うことを信じてはいけません。後でひどい目に遭います。おかしくしないか。ダン、博士、どうも失礼しました。フラッシュ隊員、宇宙人博士の方です。話してください。こいつはだいぶ重傷だな。どうして僕の言うことを信じないんですか。博士は宇宙人に操られてる。あの頭脳は確かに世界的なものかもしれないが、宇宙人はそこに目をつけたんです。信じてください。あんまり騒ぐとこれぐらいじゃ済まさんぞ。行こう。ついにヴィラ星人の宇宙船団が地球に姿を現した。宇宙船団来襲、全員戦闘態勢に移れ。ウルトラフォーク1号出動スタンバイ。ファンゴは連絡を用意してきて本部に残れ。はい、行こう。はい、はい、おい、開けてくれ、開けてくれ。
気がつきましたね。ここはどこです？どうして僕はここに？地球防衛軍極東基地の中ですよ。私はロケットに乗っていたのでは。博士、あなたはヴィラ星人の陰謀に利用されたんです。あなたを自由に操ってこの防衛基地を破壊しようとしたんです。私がこの基地を？いいえ、博士が悪いんじゃありません。ヴィラ星人がいけなかったんですわ。ヴィラ星人もうまいことを考えたもんだ。博士は警備の盲点だからね。地球は今再び平和を取り戻した。この平和がいつまでも続くように、宇宙人の侵略から地球を守るために、そして市民の生活を守るために、ウルトラ警備隊は今日も活躍を続けているのです。